では、小冊仏部の図を、解説してみます。まあ、これまでの研究のずさんさもお見せいたします。で、小冊仏部のこの天地動植図、まあ、このように、なっている図で、まあ、天地ですから、天地図ですね、木ですから、まあ、その弾み車のように動く世界、これをまあ天地と言っている。で、ここはまあ、こっちに行きましょうか。地、山、海、体があって、南、これはまあ南って書いてますけど、柔らかいで、善という字と同じですね。で、まあ、執筆年代によって字がちょっと違うということはあります。これはまあ硬いと。まあ、例えば山海と地と体兼難、まあその柔らかい土と硬い石とかそういうものでしょうね。これも対応する文をこの語で検索していかないと分かりません。で、こちらも動物植物だって静止していて冷たくて、で、持続性に富んでいて立っていて、で、まあ、治むと書いてますね。まあ、水を中に収めるんですね。水を吸いますから。で、動物は動にして動いて暖かくて、まあ、活発であると。活にして発にして真であると。しかし、なんとなく図の出来栄えがですね、上書本のに比べるとちょっとこう洗練度が足りない感じがするんですよね。まあ、でもちゃんと筋道がきちっと立ってるから問題はないんですけども、でもこれはこれでいいと思います。それで、問題はこちらなんですよ。「清濁没露図」で、岩波版だとですね、これがまあ自筆ではここでこの朱の書き込みはほぼ間違いなく梅園のものです。で、ここでこの稿本の、詳細のチェックをしている途中で気がついたんですけど、朱の書き込みは梅園、それから墨の書き込みは黄角というふうな分け方をしていると。で、まあ、黄鶴先生も27年かけて改訂するうちに自分なりの考えを持って訂正しているところがあるんですが、それがまあ間違っていることが多いと。で、訂正してもいいし、しなくてもいいというところもあると。おおむねちょっとやはり父梅園には言語に関して及ばないんです。で、それで自筆稿本を見るとこんなふうに訂正されているんですよ。で、ここ「運」というところにが、まあ、道と天になっていると。で、この運というのをどういうふうに考えるか、まあ天が日周運動と年周運動両方とも表しているとしたら、この道が説明しましたが、極とかね、蛇とか蛇行するとか、鳥が飛ぶとかいう、ああいう運動、そういうものまでひっくるめていると。で、これをまあ「なすなる為政」にこう訂正したんで、こっちを取ってるんですよ。なすなると。そうするとこれ三浦黄鶴版を読んでることになるんですよね。で、梅園の研究にならなくなるんで、まあちょっと、まあ強雑物が入ってますね。で、こういう訂正は朱ですからほぼ梅園ですね。で、こちらがこう墨なんで、訂正したけど、ここはその黄鶴先生が訂正見せケチにしてるけど、訂正の文字がないので書いたのかもしれないし、で、分からないわけです。その辺は朱は梅園だと。しかしこれはどうも黄鶴らしいと。で、こういう場合はですね、やっぱ戻すのが一番いいんですよ。で、元に戻してですね、戻るで、こうしておいて、そして行為と、まあ、拡大図、あれ拡大図がなかったかな、行為を示すと。
いうふうな丹念な作業をしないと、ただでさえ難しい本ですから、混乱します。どの校訂者も混乱したんです。だから書筆に戻すのが一番いい。でこういうことを一切やらずに、まあ、論文ばっかり書いていたんですね。山のように論文はありますけども、まあ、そういうの口頭無形って言うんですよ。それで例えばそのおさらぎ次郎賞を取った黒い言葉の空間にしても、まあ、島田健二さんにしても、小川春久さんにしても、要するにそういうところで、まあ、助手になる、今助教っていうんですか、そういう立場に立って、まあ後を継ぐわけですよね。でこれはまあ例えばその教授が持っている出版社とか販路、そういうものをまあ教授に気に入られれば受け継ぐことができる。まあ要するに大学内で資産継承ができるわけですよ。で私、まあ、20代の頃非常に頭の冴えていた確か二松学舎大学だったと思いますが、学生さんがいまして、随分頭のいい人だなと思ってたんですけど、その人と10年ぶりぐらいに話した時にですね、やっぱりその歴史的遺産の継承というのは大事だなという話をしたら、で彼がまあ話をちょっとこう変えて、まあ、資産継承と、つまり自分が所属しているそのなんていうんですかね、指導教授とかの資産をね継承するのを資産継承、そういう資産を継承しないと大学の中では食っていけないんですよと。でまあそういう資産を継承するとですよ、出版社もまあ譲渡してくれるわけですよね、定年退官した後で、まあ自分の学生に本を配れて、買ってもらって、図書館にも本を買ってもらえて、まあ学術書として一定部数、例えば1000部なら1000部はけると採算が取れて、そして本を出すとそれが業績としてカウントされて、まあ、文科省の覚えもよくて出世していって、教授になり名誉教授になり、で天皇陛下から叙勲されてというね、こういうルートで皆さん出世してるんです、芋づる式に。私もこれだけの電子データベースを作ってますから、そういう声がかかったんですけど、断りましたよ、バカバカしいそんなものね、付き合う気にもならんですわ。私でこういうデータを提供したら、まあ可愛がってくれるんでしょうかね。そんなもん興味ないですよね。これはもう戦略思想研究所にポンとあげちゃった、ね、中森さんに譲渡しますって、その方が気持ちいいじゃないですか。ぐじゃぐじゃした世界って嫌ですからね。だからもう大学ってね、死んでるからもう腐敗臭してますからね、そういうところと関係ない学問をやっていきましょうということで、まあ今申し上げたのはこの安永4年本だとちょっと図の出来がいまいちだなという感じがする図があると。それからこういうふうな研究所のこのずさんなね、研究があると。それでその間違った資料から研究して論文ばっかり書いて、自分の指導教授をなんていうんですかね、まあ、テキストクリティークですね、文献精査して、いっぱい間違った論文をいっぱいの載せてね、でそれで大変ありがとうございましたと書くと、出版社を、まあ、禅譲してくれるという大変面白い世界があって、それがもういい加減もう腐ってしまったんで、もうどうもこまならんなというお話をしました。ではこれで終わります。